鉄飯湾鉄飯湾は1980年代の中華人民共和国の改革開放時代の言葉である。政府などの公共機構に保護されている職業は国がなくならない限り倒産し得ず安定しているため、これらの職業に対して割れない鉄で作ったお腕のように安定しているという意味で用いる。具体的には公務員、軍人、公立学校の教師、 国有企業従業員などである。日本語では、鉄の茶碗、鉄のご飯茶碗のほか日本の、親方日の丸という言葉が持つ意味合いに近いため、親方個性好奇という意味もある。改革開放前の計画経済時代の中国の、労働雇用制度は、中央、地方の労働当局が、統一的に、国営企業、行政機関等に新規学則者を分配していく。 統一労働分配制度が採用されていた。この制度の下では、労働者の職業選択の自由は原則的に認められず、企業側にも労働者の選別及び雇用調整の自由は認められていなかった。そのため、鉄の茶碗、鉄の椅子、鉄の賃金の三鉄と呼ばれ、中国国営企業の特徴であった。この労働雇用制度は、 労働力供給過剰傾向に伴う構造的、失業者の大量発生を防ぐ一方で、企業の生産性に見合わず、国営企業の赤字体質を将来させた。ありがとうございます。